この完璧じゃない。こちらから支配劇場に入る？そんなことができるんですか？ゼーレ、僕と一緒に説明してくれ。はい。実は前回、ゼーレとブロニお姉ちゃんが支配劇場から逃げた後、アインシュタイン博士にそのことで相談を受けました。ゼーレが支配劇場から脱出した方法を分析して、現実から支配劇場に侵入する経路の算出を手伝ってほしいって言われたんです。その後、僕たちは千人律者を倒したが、支配劇場の所在が不明なままでね。やはり安心できなかったんだ。で、支配の律者には空の律者のように現実世界で任意の場所に劇場の入り口を開くことはできないのだと気づいた。現実のビーコンに頼らないと入り口を開けないみたいです。地図に画鋲を刺すみたいな。事件現場に残された人形は千人律者のビーコンなんだ。人形の体内にあるコアを通して現実を支配劇場につなぐ仕組みになってる。つまり先ほど発見した人形を起点にすることで支配劇場に入る通路を作り出すことが可能というわけだ。それを実現させるには大量のデータ収集と演算が必要でしょ。今そんな余裕はないけど。だからリスクを承知でこの近道を試すほかない。ゼーレは支配劇場に3回も入ったことがあって、そのうち2回は自分で脱出しました。その経験を生かせば正しい位置をより早く探し出せるかもしれません。ゼーレ、大丈夫なの？わかりませんが、やってみる価値はあると思います。基地にはまだ支配の律者の影響を受けた人がいるかもしれない。直ちに行動しないと。これはキアナを救う方法の中で最も勝算のあるものだ。他に方法はなさそうね。すぐに始めましょう。またあなたにお願いすることになるね。だってあの2回も全部あなたの力のおかげで助かったんだもん。力を合わせて一緒にキアナを助けよう。は？まったく。はあ、この子人使いが荒くなったわね。その成長に私は喜ぶべきかしら。まあいいわ、緊急事態だし多めに見てあげる。全部片付いたらこの借りちゃんと返しなさいよ。どうすればいいの？このヘルメットをかぶればいいのかしら。機械はよくわからないから、とりあえず直感で間違った選択を排除することしかできないんだけど。ああ、問題ない。はいはい。見つけた、そいつよ。そいつの位置を私たちの現在座標と接続、位置を固定して重ね合わせれば。できたわ。支配劇場につながる道です。状況はどう？無事に到着しました。前に入った時と同じ支配劇場です。でも通路が不安定なため一人ずつ入らない。次は私に行かせ。ふか！何があった？まずい、侵入に気づかれたわ。奴らは内部から。前はこんな臨機応変な対応をしなかったのに。ねえ、ちょっとボス頭、早く来て。こっちにも異変が。監視中の人形の宿主全員バイタルサインが低下。ほぼ同時刻に意識不明に落ち。一体どうな。各地で人形による騒動も起こり始めた。ゼレ、それにロザリアとリリア、
まだ戦える人たちに通達して直ちに出撃。でもブローニャお姉ちゃんとフカさんは。隙間は閉じられた。ブローニャとフカならキアナを見つけて無事に帰ってく。ここは博士たちに任せましょう。ゼーレ、わかります。隙間が急に消えました。敵は私たちに気づいたのかもしれません。はい、重装ウサギ見つけました。この空間はかなり混沌としています。大丈夫です。タイプの敵は見たことがありません。気をつけてください。操られた敵とは違います。奴らからはもっと不気味な気配を感じます。気のせいでしょうか。この階段無限に伸びているような気がします。気のせいではありません。空間そのものが伸びているようです。劇場の主はブローニャたちをここに閉じ込めようとしているんでしょうか。別の出口を探しますか。発射。アニエ、このまま進みましょう。起動。発射。発射。ファイヤー。射撃ファイヤー。延々と延々と登り続けてるのに疲れないのか。どうして立ち止まらない？こんな無意味なことをして何の意味がある？やはり終わりのない階段を作るのはあなたたちの標的はあくまでキアナです。邪魔されながら同じ階段を作ってブローニャたちに無限という。ああ、これだから断りの律者は嫌いだ。断りの律者が引き継いできたのはコアではありません。あなたたちには一生。ああ、そうだ。その通りだ。私たちはあなた以下。あなたにはかなわない。そう言いたいんでしょ？もういくら見下されようと、私たちはすごいことを成し遂げた。どんな手段を使おうとも、私たちは必ず勝利を手にする。遅く。ファイヤー。ファイヤー。射撃加減の指示よ。
れは私だ。機動力は下がるけど卑怯です。構わない。私たちは弱いだ。どうして、どうしてこう仲間を助けるんで。今までは計画のため我慢してきたけど、ほら見て、人質がいる限りあなたたちは仲間の死を。かわいそうなキアナ。ブローニャさん、まずは攻撃に耐えましょう。我慢比べですか。私の奇遇ですね。こうして誰かと背中を合わせて戦うのは。でもそうですね、きっと今頃キアナも必死に戦って、ええ、